こんにちは、九州山チャンネルのヒデです。今日は佐賀県唐津市の七山村に来ています。今回紹介する山は亀岳という山ですね。低山なんですが、趣のあるね、山頂と、呼びたいと思っています。この亀岳の山麓にはですね、カシバル湿原という湿原がありますので、そちらもね、ついでに、サイアンスをめでながら、歩いていきたいと思います。それでは今日もどの景色に出会うのか楽しみです。ではレッツゴー。
カシバル湿原の、湿原の花たちですね、とても可憐でした。これからですね、亀岳へ取り付くんですが、まあ、本来であればですね、私の後ろの方にですね、佐賀市ということで看板があっていまして、舗装路を、ね、ずっと迂回しつつですね、山頂へ行くルートがあるんですが、現在ね、まあ、林道工事とか、結構ね重機が入ってたりいろいろしますので、今回はアブノーマルコースで、ちょうどね、佐賀市と、唐津市ですかね、町境があるんでね、その町境を目印に、山頂をね目指していきたいと思います。では後ほど。亀岳までですね、舗装路からね、一旦山道入って、まあ、稜線をねずっと、境界線に沿って登っていこうと思ったんですが、やはりね、猿取茨やね、その他結構ねトゲのある、植物が多くてですね、なかなか時間がねロスしますので、まあ、結果的にやっぱりね、舗装路の方ですね、迂回しつつ、山頂を目指したいと思います。では後ほど。
はい、亀岳山頂直下にある、亀岳神社ですね。巨岩の上に、石の鳥居がね、設置されていますね。天気がいいとね、ここから青空はすごい、ロケーションいいんですが、今日は残念ながらね、ちょっと曇ってますんで、展望の方はね、いまいちといった感じですね。でもね、山頂付近にね、巨岩があって、その基部にはね、石の祠が、祀ってありますね、亀岳神社。ではね、この後、最高点ね、目指してもうちょっと、評価を上げたいと思います。では後ほど。亀岳、標高 739.8 メートル、いただきました。いやー、これね、山頂直下も結構急登でしたね。まあね、九州の、夏の低山歩きということで、滝汗になってます。凄まじかったですね。そしてですね、まあ、こちらまで やはりね、まあ、稜線伝いにね、来ようと思ったんですが、夏は結構ね、やっぱり破っててですね、サルトリーバラや、なんやらで、結局はやっぱり、磯川周りで、舗装路でね、遠回りした方が、早く、来れる感じでした。まあ普通にですね、まあ、舗装路ずっと来るとですね、だいたい柏原湿原の駐車場から40分ぐらいですかね、で、到着するかと思います。ただね、現在下の方ちょっと工事中でね、重機が入ったり、基本的にはね、土の大きいのが積んであってね、ちょっと通行止め、やっぱりあの工事のね、妨げになるんで、まあ、通行止めみたいにはしてありまして、ちょっとね、そこのところ脇をね、通ってきましたが、まあ、工事のね、関係の方に、邪魔にならないようにね、まあ、歩行すれば、まあ、なんとか、山頂来れるかなという感じですね。でも、まあ、山頂にはですね、山頭三角点ありますが、展望はありません。先ほどのね、亀岳神社の、巨岩のね、上から、展望がね、広がっているといった感じですね。まあ、帰りにね、ちょっと、まあ、あの巨岩の上ね、展望のところ、見てみたいなと思っています。ではね、下山は素直に、舗装路経由でね、また柏原湿原の方、駐車場の方へね、戻ってまいりたいと思います。では後ほど。Thank you.
柏流湿原駐車場へと戻ってまいりました。今回ですね、佐賀県、佐賀市と唐津市、境ですかね、あります、柏流湿原と、亀岳ですね、巡ってまいりましたが、いかがだったでしょうか。柏流湿原ではですね、ちょっと牡蠣がね、過ぎ始めたんですが、義母市ですね、小葉義母市になりますかね、あと大見苗市、そして詐欺草などね、いろんな、湿原の花をね、めでることができました。そして亀岳なんですが、舗装路沿い、車道沿いにですね、山頂の方ずっと進んでいくことができるんですが、現在ね、工事中ということもありまして、山道経由でね、行こうかと思ったんですが、やはり、ね、夏の、ヤブコギはね、大変でした。すぐ断念してね、結局は、ソウル経由で、亀岳山頂を目指すことになりました。そういった感じでね、散策しつつといった感じで、全行程2時間半ほどかかりましたが、こちらからね、すんなり、亀岳のソウルを行きますとですね、だいたい40分、45分ぐらいでね、亀岳まで往復することができます。せっかくなんでね、柏流湿原の方ね、ぜひ、植物観察等を、していただいたらいいかなと思いますね。全行程、2時間半、ゆっくり、したとしても3時間ぐらいの行程で、楽しむことができるかと思います。ただですね、現在、8月下旬なんですが、まだね、残暑厳しくてですね、アルプスの山は登るよりも、体力消耗しますね。暑さと、湿度、そしてね、泊まるとね、虫がめちゃくちゃ、たかってきます。凄まじいですね、といった感じでね、今回、佐賀県の、亀岳、そして柏流湿原、動画の方、よかったよ、参考になったよと言っていただける方は今後の励みになりますので、高評価ボタンお願いします。そして、この後もですね、九州のね、データに、これからまた添え市からということで、いろんな山野草なども山歩きはね、楽しみますので、動画の方お楽しみにしていただきたいと思います。見逃さないためには登録ボタンお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。